敬語坊ちゃま、おじい様からのご伝言がございます。うん、年明けにオープン予定のテニスコートのお披露目をなさるそうでして。確か跡部財閥グループが湘南に建設したんだったな。はい、氷堤学園テニス部にエキシビションを頼みたいとのことでございます。ああ、そいつは一応新部長たちの意見も聞いてみねえとな。湘南、神奈川か。1年生のコート内の練習時間をもっと増やしたらどうかな。室内コートと併用して2年生との混合練習メニューを増やせば可能だな。うっす。基礎練習とランニングの全体練習は科目だけでなく月金にも入れる。そうだね、カバジ、そこをコピーしてみて。うっす。もう少し実践的な練習を組み込むか。どうした、カバジ。意見があれば聞く。試合、うん、アトベさんたちと。そうか、3年生との対抗試合。うす。なるほど、アトベさんたちが練習に来る日も残りわずかだ。うす。戦いたいね、強い人たちと。結構じゃねえの。お、アトベさん。俺が強敵にふさわしい最高の相手と舞台を用意してやるぜ。うん、はい。うん、いや、いきなりだったから。え、ああ、うん、それはうちとしても願ってもない話だ。それでいつ。ずいぶん急だね。いや、大丈夫だ。喜んで受けるよ。ああ、詳しくはまた連絡してくれ。よろしく。誰からだ。アトベだよ。え、いつの間にアトベと番号を交換していたんだ。いや、教えた覚えはないんだけどな。それで要件は。面白いことになりそうだよ。エキシビションで立会と試合やった。え、立会。雪村は承知したんか。ああ、願ってもない話だそうだ。こちらは3年も出ると伝えた。構わないな、日吉部長。もちろんです。ああ、腕が鳴るぜ。マジマジ、立会と試合すんの。やった、ワックワクだ。はしゃいでんじゃねえぞジロー。相手はあの立会だ。全力で行くぜ。勝つのは氷堤です。氷堤、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 王者立海大附属。俺様の前にひれ伏しな。